戸沢橋と沢橋は、神奈川県海老名市、厚木市にあり、相模川に架か,かる道路橋である。神奈川県道22号横浜伊勢原線を通している。名前の由来は、厚木市とだと海老名市、門沢橋を結ぶことから、1991年に神奈川の橋100線に選ばれている。現在戸沢橋を通している県道は、歴史を遡ると、 江戸時代の第三道と呼ばれる街道が発祥で、相模川を渡るために都線が運行されていた。その都線に代わるものとして架けられた橋である。現在の橋は1961年に着工、1967年に竣工した。東名高速道路厚木インターチェンジが近い上、戸沢橋周辺には自動車や人が通行可能な橋がないために、 日中は常に渋滞している。しかし、相模縦貫道路が2010年2月27日に開通し、相模川を渡らずに、首都圏中央連絡自動車道経由で、透明高速道路に入れるようになった。この渋滞解消を目的とした、元橋西川の国道129号が、神奈川県道22号横浜伊勢原線をアンダーパスする。 戸田交差点立体化事業が行われ、2017年3月25日に開通した。また、戸田交差点と東河内交差点の区間を4車線化する、調査、検討している。形式は、連続後半桁橋である。橋長526メートル。相模大橋相模川橋、梁相模川橋。相模川水管橋、戸沢橋、戸沢橋,相模,橋相模川、橋橋橋上川橋から。 ありがとうございます。